さ、選手って何歳から何歳？その一番上は何歳ぐらいがいい？一番上はそれこそ今年で50になる方が一人いて。え？50にして初の J リーガーみたいな感じです。え？そんな人いんの？あ、もう本当に、本当にレジェンドっていうか、その、まあ、石尾魚が本当にそんな感じなんですけど、本当になんか、20代は多分、ずっとアルゼンチンにいたみたいで、なんか本当にサッカー大好きって感じです。開幕直前もちょっと記事になってて、もう読んだんですけど、なんか本当に毎日サッカーやってたら今なりましたみたいな。その人普通にお金もらってるってこと？お金、いや僕もちょっとその個人の契約のとこはちょっと僕もちょっとそこは分かんないです。あの10円 J リーガーみたいな人じゃない。そこは分かんないよ。でも。分かんないです。でも、どういう感じなんだろう。一緒にみんなとトレーニングもしてますし、ブラジル人とかの通訳とかも、まあ、やったり、本当になんか調査の中でも本当レジェンドみたいな感じです、ね。逆に言うと一番若い子で、うん、まあ、それもブラジル人の子なんですけど、その子が18、19ぐらいですね。じゃあ別にあれなんだ、日本人で高卒はいないんだ。日本人の高卒は今はいないですね。日本人は一番若いので、やっぱ大卒、新卒で入ってきた子かな。もともとっていうか、やっぱ J リーグ、JFL の中でも人数はすごく多い方で、40人前後いるんですけど。一緒に練習してんの？一緒に練習してます。40人？はい。まあ、怪我人とかいるから35とかになるってことだよね。でももう10試合やってたらもうある程度決まってくるじゃん。そうですね。でもなんか監督のスタイル、まあ、まあ、大体ベースは今できてますけど、うんうん、監督のやり方的にも、その、あんまりその、なんていうんですかね。固定しない？ね、この人絶対固定ってあんまりいなくて。練習からだよって、僕言われる、うんうん。本当に調子よかったら、場にも絡めるっていう、うん、まあ本当になんかチャンスは本当にみんなあるのかなって思ってます。どうなんだろうな。そんだけ人いて紅白戦とかやったら出れない人もいるってことでしょ？あ、そうですね。なんかでもまあ一本とか一人一本は必ず出れるみたいな。そうですね、一応そういう感じになってます。選手とか敏感だからさ、はい、その紅白戦毎週やったりするのしないの？あ、毎週やります。あるよね。だからそれでなんか、はい、なんとなくスタメンとかってもう分かるじゃん。分かんないようにしてくれんだ。あの、そういうないです。本当にごちゃ混ぜる、分からないんだ。なので、うん、なんかよくね、大体そのなんとなくこの人たちがスタメンだよ、うん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 、それがないので、本当に、だからみんな、まあそういう面で本当にみんなすごい必死にやって。メインスポンサーはどこなの？メインスポンサーは、株式会社バイオバンクさんって、なかなか日本では、なんか、そこまでもしかしたら、あれかもしれないですけど、美容関係というか、OMX っていう、腸内環境を整えるサプリメントの名前なんですけど、すごいこう、結構美容業界だったり、海外何カ国にもなんか、こう出してて、でもずっと、まあ、僕が吉岡が入った時からもうずっとなんですけど、それがメインなんだ。はい。まあ、あとはでも、こう
こう大体こうすごい大きな企業がうんバーンってついてるってよりは、まあ、東大阪ってそれこそ中小企業がすごく多い町なので、うんなんかこういろんな人たちから支えられてるっていう感じですね。あなのでチームでも、まあ、ガンバセレッソもそうですけど、うんね、こう大企業がっていうよりはなんかこう、うん、町全体で、まあ、選手も含めて町東大阪を盛り上げようみたいな感じの一つの、まあ、ピース、うん、それが FC 大阪みたいな感じで、うん、本当にこうなんていうんですかね、なんかそれこそ東大阪っていうその町全体をみんなで本当に盛り上げようみたいな感じで、うんうんうん、でも僕FC大阪が入った当初は普通に働いてて、うんうん、それ本当に肉バルとかで焼いたり、あと、うん、お焼き屋さん、うん、やってて普通に J リーグのサッカーとか、うん、それこそ当時お正月に川崎と鹿島が天皇杯の決勝あったんですよ。どこで？吹田でガンバのスタジアムで。あで試合終わりに鹿島とフロンターレのサポーユニフォーム着たサポーターで店が埋まるとか。え気づかれないの？気づかれないです、気づかれないです。そうですね、普通にたこ焼き屋さんもやりましたし、ステーキバルとかスペインバルとか、うん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 、お世話になったんですけど、うん。セカンドキャリアとかどういうふうに考えてるの？でも、セカンドキャリア、でもなんかこう、まだ自分の中で、これというか、うんうん、絶対こんなことしたいっていうのはないんですけど、うん、でもできるならこうなんかサッカーに携わった仕事はしたいなとは。なので指導者も、うん、あまりそこまで想像つかないんですけど、うん、でもこうちょっと指導者ライセンスみたいなのもちょっと興味持ち出してるな自分もいるな、うん、まあでも現役の時は決まんないよね。だしなんかまあそういう話それこそ去年の年末に、うん、まあユースのみんなと集まってみそうんうん、ただやっぱみんなそのもう完全に就職してるやつもいるし、うん、まあリュウジとかシュートみたいにまだ、ねうんうん、バリバリトップでやってる選手もいるとかそういう中でいろんな話してて、うん、やっぱり現役中ってやっぱりなんだろう、やっぱ俺だってずっとそのJリーガーになりたいとかサッカー選手になりたいってみんな、ね、そういう志で集まったグループで、やっぱりそこでやれてるのとやっぱめちゃくちゃこのね今この年になってもまだやれてるっていうのがもう羨ましいよなっていう話とかいいよなっていうのが、やっぱり現役であるうちはやっぱりねそんなこと考えないともう今だったらサッカーに集中した方がいいんじゃないみたいな。ああそうなんだ、そうなるよな。でもなそういう考えになる、なんかいろんな考え。でもやめた後後悔するよマジで。なんかしとけばよかったって思ってる。それもなんかやっぱ、うん、やめたやつとかの話聞いても、うん、そういう話やっぱそういうのやっぱ身に染みて経験してるやつはそういう話もするから、あだから難しいというか、その50歳の人って全然接点ないけど出てくんないって言ったら出てくれるかな。今年になってその、まあ、初の J リーガーみたいな感じでちょっと記事になりましたけど、なかなかこう取り上げられなかったんで、やっぱその年で J リーガーになるってすごいことだと思いますし、機会あれば、うん。